デルタドロメウスは後期白亜紀諸島の北西アフリカに生息していた中大型の恐竜。植生については系統的位置をどう解釈するかによって異なる。当初は肉食性と考えられていたが2017年に元気載者らによって植物食恐竜として再記載された。全長は8メートル程度で大きさの割には細身で軽量。後ろ足は 非常に長く、おそらく瞬足の持ち主だった。それにちなみ、三角州の失踪者という意味の俗名が与えられた。なお2020年現在まで、頭骨など少なくない部位が未発見のため、有名なアロサウルス然とした復元は、あくまで推測の産物である。注意、デルタドロメウスは、発見から現在に至るまで、右翼曲折あり、その復元は非常に混乱している。 もちろん2020年現在においても確定している情報は少ないため本記事で取り上げる内容には不正確なあるいは曖昧な部分が少なからず含まれる。竜脚類をあさるデルタドロメウス1996年の簡素な記載においてやや大きめな甲骨大腿骨の長く低い第四天使飛骨の裏にある大きな穴に基づきデルタドロメウスは古生物学者 ポールセレノによって初期のコエルロサウルス類へ分類された。おそらくオルニトレステスなどを参考にしたと思われる。この復元は肉食恐竜らしい大きな頭に鋭いナイフ状の葉をいただきつつ、一方で前足は他のコエルロサウルス類同様、キョロ長く造形された。 そして見るからに走行に適した後ろ足と本種のものとされた葉を合わせれば、彼らの主食が逃げ足の速い小型から中型の植物食恐竜であったと思われる。同時代の同地域には、鋭、え、利、ー、な葉を持つカルカロドントサウルスや、魚食のスピノサウルスなど、より大きな肉食恐竜が生息していた。このことを踏まえ、デルタドロメウスの風変わりな特徴は、 彼らとの食い分けのために進化した可能性もあるとされていたデルタドロメウスのシルエット。ホロタイプが消失した大腿骨に基づく個体が記載から十数年が経った2003年。古生物学者ジェフリー・ウィルソンによるラジャサウルスの記載時に行われたケラトサウルス類の系統解析においてデルタドロメウスはケラトサウルス類へと編入された。この頃のケラトサウルス類には 強力な捕食者のケラトサウルスやカルノタウルスだけでなく突き出た葉を持つマシアカサウルスやケラトサウルス類らしからのカギ爪を生やしたノアサウルスのような奇妙な恐竜も在籍しておりデルタドロメウスの存在はケラトサウルス類の多様性を証明する形となった本種がケラトサウルス類その中でも軽量なノアサウルス類に属することを念頭に置いた新復元では 生前のデルタドロメウスがオルニトミムス類に似ている。新復元は貧瘍な中型ケラトサウルス類と考えられるエラフロサウルスや尻尾の生えた七面鳥のようにも見える小型ケラトサウルス類のリムサウルスにそっくりで未発見の頭部は他のノアサウルス類を参考に控えめな大きさとされた。なおリムサウルスは鳥類そっくりのくちばしの生えた頭部を備えており、 デルタドロメウスの頭部が、これと似通っていた可能性もまた大いに考えられる。ちなみに、前足の作りは、新球とも貧弱で、大さない。ただし指の本数は3本から2本へと変更されている。これは近年発見されたグアリコの標本が根拠だろう。ケムケム層で発見された、単一の種の1個体分の標本のみで知られる。バハリアサウルスのジュニアシノニムである。 可能性がある。デルタドロメウスはしばしばケラトサウリア、より詳しくは、ノアサウルス類のメンバーと考えられる。2016年、グアリコとして知られる南アメリカ大陸の住脚類に、デルタドロメウスとの共通点が見出された。グアリコの系統的位置に応じて、デルタドロメウスは、グアリコとの密接な関係が正当なものである場合、ネオベナトル類、カルノサウルス類、 ティラノサウルス類、または、基盤的コイルロサウルス類であった可能性がある。元記載以来発表されてきた多くの研究では、デルタドロメウスはケラトサウリアであるとみなされてきた。しかしどの種類のケラトサウリアとも異なっているため、研究結果は一致していない。2003年のある研究では、ノアサウルス科のメンバーであることが示唆された。原始的なケラトサウリアであるエラフロサウルス、または、 リムサウルスと禁煙な植物植生動物である可能性がある2016年に公開されたノアサウルス科の系統関係に関するより包括的な研究ではこれらの解釈の両方が本質的に正しくデルタドロメウス、リムサウルス及びエラフロサウルスはすべてのアサウルス、家内にあることが分かった。リムサウルスの個体発生的変化と系統分析に対する弱分類群の影響を 説明する2017年の論文では、どのリムサウルス標本が使用されたかに関係なく、すべての分析において、デルタドロメウスがノアサウルス類として位置づけられた。それらの分析には、グアリコやアオニラプトルも含まれる。この論文の著者によると、グアリコ、アオニラプトル、デルタドロメウス及びメガラプトラの系統的位置を解明することは、 現在の住客類系統学が直面している最も重要な問題の一つである。以下のクラドグラムは2016年のローハットラの研究に基づく。禁煙主産講師その他。ありがとうございます。